どうも、ショップです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。家の中のものって気づいたら増えて溜まっているっていう現象はあると思うんですけど、気づいたら減っていってなくなっているっていう現象ってあんまないと思うんです。まあ誰かと一緒に住んでいたら勝手に捨てられてるっていう現象もあると思うんですけども、自分のスペースっていうのは、自分で意識的にどんどん手放していかないと自然に増えて、そして溜まっていっちゃうっていう現象の方が多いと思います。そうなので、手放すときは意識的に手放していかないといけないっていうふうに僕は、今までの経験で思ってるわけです。なのでこのチャンネルでも、その定期的に断捨離をしていくっていう様子をシェアしていきましたけども、前回、シェアしたときから2ヶ月ぐらいが立っています。そうで、またですね、この僕の仕事スペースっていうのが結構なんか溜まっちゃってるというか、ごちゃごちゃしてるというか、あ、これどうしようかなって思うアイテムがちょっと増えてきた感じがするので、今回はですね、僕のこの、仕事スペースの、定期点検でということでやっていきたいと思います。はい、こちらがですね、僕の普段の作業スペースなんですけども、上の部分は、物はすっきりしていていい環境ではあるんですけども、下ですね、はい、こちらがごちゃーっとなっています。で、ここは何かっていうと、ぶっ込みスペースって僕は呼んでますけども、とりあえず適当にぶっ込んでおけば整理整頓しなくて大丈夫だよっていうスペースですね。そう、ただですね、やっぱここに適当にどん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 ぶっ込んでいくと物がどんどん溢れていって、その限られたスペースから溢れちゃったりとかするので、ここはですね、物の量を一定に保つためにも、ちょっとここを点検していきたいと思います。じゃあ今からですね、ここにあるものを全部一旦出しちゃいましょう。せーの。はい、すごい地味でしたけども、一応こんな感じで出してみました。で、こういう箱だったりカバンの中だったりに入ってるものもありますので、こういったものも今ちょっと全部出しちゃいましょう。せーの。はい、ということで出してみました。いやー、でもカオスですね。やっぱこうやって気づいたら溜まっちゃうんですよね。そうなので、この中から1ヶ月以上使っていないものだったり、買ったけども、正直あんまり役に立たなかっただったり、いまいちだっただったり、不満点が多いって言った、そういうアイテムっていうものをどんどん手放していきたいと思います。はい、ということで、じゃあまずはここから見ていきましょう。これは僕が使っているものじゃないんですけども、でも仕事道具なので、これはまあ絶対必要ですと。で、そしてこっちですね。あ、ここはですね、まずこれ、ピークデザインさんから出ている、ちょっと画像を貼っておくんですけど、こんな感じでベルトにカメラを装着するためのパッドっていうやつですね。はい、こちらあるんですけど、これはですね、もう全然使わなくなってしまいました。はい、なのでこれは手放します。はい、ありがとうございました。これはライブ配信するときに活躍しているケーブルなので使います。で、これがですね、このケーブルがあるとカメラを遠くに置いてマイクは近くに撮れる、綺麗な音で撮れるってことでやってるんですけど、正直こうやって動きながら撮ったりするので、このケーブルを使う用途があんまり分かんなくなっちゃったんですよね。そうなので、このケーブルもほんと1ヶ月ぐらい使ってませんでした。なのでこのケーブルもちょっと、あんまり使ってなくてもったいないですけども、手放します。はい、ありがとうございました。さあ、そして次はこのネジって何でしょう。はい、思い出せないので、ありがとうございました。さあ、そして、あ、これはピークデザインさんから出ているカメラストラップの片側のやつですね。これもう片方どこ行っちゃったんだろうっていう感じなんですけども、じゃあこれもちょっと1個しかないってもしょうがないので、はい、これもありがとうございました。はい、そして続きまして、これはですね、スマートフォンを挟むやつですね。これの付属でついてきたんですよ。これをこう先端にペッて取り付けて、ここにスマホを挟むみたいな感じで、ついてきたんですけども、全然使っていないので、これも手放します。はい、ありがとうございました。こちらの三脚と、あとマイクのこれは、進行形で使っているので、これは、はい、取っておきます。そしてこちらの本はですね、今読んでいる本なんですけども、これも読み終わったらですね、ちょっと手放そうと思います。ちょっと現在進行形で読んでいるので、これも置いておきます。そしてこちらですね、モレスキンのノートですね。緑色のノートで、まだ全然使っていないんですけども、これはメントルノートとして今後大活躍してくれるようので、これも、取っておきますと。はい、そして続きに、あ、これは古物プレートなので、これも仕事で使うので、これも、はい、取っておきます。
そしてこれはですね、こちらですね、ひょんなことからいただいた ANA ミリオンマイラーのネームタグです。まあ、ただ僕はミリオンマイラーでも何でもないですし、これ使い方がわからないので、僕よりも必要としてくれている人にちょっと譲ろうかなと思います。ただこれ結構いい値段するよって言われたので、ちょっとメルカリに出品してみたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、そしてこれはですね、お伊勢さんスプレーっていうやつなんですけど、すごくいい匂いがしてお気に入りのスプレーなんです。なのでこれは、現在進行形で使っていますと。でこれをカメラストラップも使っていまして、このボディキャップ、レンズキャップも今使っているカメラで使っていますので、これも取っておきます。そしてこの楽天ミニですね、これも現在進行形で使っていて、都内で使うときはもう爆速 Wi-Fi ルーターになるので、これも取っておきます。そしてまあここら辺ですね、パソコンの充電器、ラブパワーの充電器とケーブル、そして、現在使っているメントレノート、そして iPad Pro、まあ、ここら辺はもう全部使っているので、はい、これはもう取っておきます、取っておきますというか現在進行形で使っていますって感じですね。はい、そしてこれが通帳も使っています。そしてこのシールなんですけど、これも久しぶりに見ましたね、それはこのシール、はい、これも使っていないので、誰かにちょっとプレゼントできたらいいなっていう感じがするんですけど、プレゼント発送する手間もあるので、これはちょっと手放しさせてもらいます。ありがとうございました。そうで、これはカメラとパソコンを接続して一眼レフカメラをウェブカメラ化しようっていうことで、まあ、このケーブルがあるわけですね。でライブ配信の時とか大活躍してくれてるんですけど、まあ、今使っているカメラも含めて USB Type-C1本でもうウェブカメラができちゃってるんですよね。そうなので、まあ、これはもう最近全然使ってないんですよ。まあ、とは言ってもこれからこうカメラが来た時に。ありがとうございました。はい、続いてこちらはですね、サンプルでいただいたマインド&ボディ RX っていうやつなんですけど、これ飲むとすごい頭がすっきりするんですよね。まあちょっとたまに飲んだりしてるんで、これも取っておきます。そしてこれはですね、ライトなんですよ。小型の照明ライトで、すごいミニミニ照明で大活躍してくれていて、楽天ミニと比べるとこんな感じですごいコンパクトな照明なんですよ。なのでこれ現在進行形で毎日使っているので、これも取っておきます。そしてこれ古物商と、あれです、あれです、これなんだっけ、パスポートという言葉が出てこないってちょっと危ないんですけども、そう、これも取っておきます。そしてこれは、今僕が使っているメントレノートのパーカーのインクですね。はい、これも使っていますので、これ取っておきます。そしてこれはですね、 SD カードの情報をスマホに iPhone に読み込むっていうやつですね。これも最近全然使ってないですね。そうなんで、これもちょっとメルカリに出品をします。はい、ありがとうございます。そしてこの蓋はプロテインシェーカーの蓋であり、これは水道水の水をろ過するためのポットですね。ここにフィルターが入ってます。でこれは現在進行形で使っているので、これも一応こっちに置いときますけども、だいぶ使い込んだ跡があるので、これはちょっとすぐに変えたいと思います。はい、でこれはマイクの、風切り防止のモフモフなんで、これも使っています。そしてこれも、カメラの本体の充電器なので使っててます。そしてこれは18金で、これはサングラスで使っているので、これもはい取っておきます。でこれは AirPods Pro の箱なので、まあ、iPhone の箱と一緒にこれも取っておきます。売るときに高く売れるので、はい。そしてこれは外付けハードディスクの画数ですね。この中に昔のデータとかいっぱい入っているので、まあ、こういうものはちょっと捨てずに、取っておこうと思います。卒業アルバムの分厚いやつがこのコンパクトなデータに収まっていると思ったら、やっぱりこれはすごく便利ですね。なのでこれも取っておきます。そしてこのノートは僕がもう、あ、すごいなって思ったり、あ、勉強になるなって思う言葉とかセリフっていうのを書き留めたノートになるんです。で僕が困った時だったり、悲しい時だったり、辛い時っていうのはこのノートを見返して、よし頑張ろうっていうことでやってるんですよね。もうこのノートたちに何度救われたかっていう感じですけども、まあ、ただこれもやっぱゆくゆくはちょっとずつ増えちゃうような感じがするので、データとしてまとめられたらいいなって思ってるんですよね。まあ、でも過去5年間で2冊しか増えていないので、まあ別にこれはまあずっと連れ添ってもいいかなっていう感じがします。なのでこれも取っておきます。さあ、そしてここですね。まあこれは全部
うん、取っておきますね。これはエンディングノートって言って、もし何かがあった時に、その残された人が困らないようにっていうことで、このエンディングノートに今情報を書き溜めてるっていう感じなんですよね。僕が必要というか残された人が必要ということで、これも、はい、取っておきます。でこれは勉強する時にやっぱり紙で覚えた方が僕は覚えやすいんですよね。なので、これはちょっと賛否両論あると思いますけども、とりあえず僕はとりあえず紙で勉強はしようと思います。はい、なのでこれも取っておきます。そしてこれはカメラだったりマイクの元箱なんですけども、まあ、これも売るとき、何かと手放したときにやっぱ高く売れるので、やっぱこういうのは取っておいた方がいいんですよね。そうなのでこれも、はい、取っておきます。そしてこれは無添加プロテインですね。これも毎日飲んでますし、すごくおすすめなプロテインなんですけども、これはバイタミックスのやつで、こう野菜ジュースをウィーンってかき混ぜたり吸って飲むやつですね。毎日は使ってないんですけども、これはこれからもずっと使いますので、これ取っておきます。はい、ということで今回はこれだけのものが出ましたね。で残されたものはもう即答で使います、使ってます、必要ですって言えるアイテムなので、こういうアイテムで囲まれるとすごい頭もすっきりして気持ちがいいですね。あとこの統一感のない寄せ集めでできた箱たちをなんとかしたいんですけども、なんか他にいいアイデアが、ピンとくるものがないんですよね。なのでもしよかったらコメント欄で、こういう箱あるといいですよってものあったらコメント欄で教えてください。はい、ということで終わりましたけども、パッと見の見てくれのビフォーアフターっていうのは変わらないですね、正直。そう、外の箱が変わらないことには劇的に変わったね、すっきりしたねっていうのはないと思うんですけども、そう、でも物の住所定位置っていうのはまたはっきりと決まりましたので、あれこれ持ってたっけっていうふうに迷う時間だったりとか、あれこれどうするんだろうっていうふうに迷う時間っていうのはもうこれでまたすっきりなくなりましたね。そう、なのでやりたいことにスッと集中できるようになると思います。もしこの動画を見てくれている人の中で、この箱よりもっといい箱ありますよと、もっとコンパクトで利便性があっておしゃれなデザインですよっていうものがあったらですね、コメント欄に書いてくれたら嬉しいです。はい、探す時間はもったいないと思ってるんで、もし教えてくれたら嬉しいです。はい、ということで、あとはですね、あとはこちらですね、メルカリに出品します。はい、まずこちらを出品しました。はい、こちらも出品しました。はい、ということで今回は定期点検でということでやっていましたけども、いかがだったでしょうか。ちょっとでも参考になりました、スッキリしましたっていう人もいると思いますし、ドン引きしましたっていう人もいると思うので、そのどちらか思ったらグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。こんな感じで好きなことにフォーカスをしていく、身軽なライフスタイルを追求していくっていうことでシェアをしていきますので、これからもどうぞ楽しみにしてくれたら嬉しいです。ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。